けど、魂メガネを打たれたお前らにはこう見えてる。やろう。騙してる側のジャスデビの姿は映らないよ。腕輪を失ったあなたはただのお尋ね者です。金輪際賞金稼ぎには戻れませんよ。よく喋るわけでな。それで賞が取れれば苦労しないよ。いいかい、受賞するためには輝いた活躍をして歌プリ委員会の目に留まらないと。状況は聞いたで。なんかごっつやばいことになっとるようやけど、俺らスペインは全力でお前に加勢するからな。しかし君敵多いな。お黙りなさい。決まっている。たとえ奴が地の果てまで逃げようとも、必ずこの手で盗賊の息子であることを隠し、情報を引き出す機会を狙っていたのだ。そして私はまんまとあの男にほだされ、父の任務を。そうか、まだ能力が目覚めたばかりなんだね。大丈夫、最初はコントロールが難しいかもしれないが、すぐに慣れる。ちなみに私が能力に目覚めたのは18歳の夏だった。俺たちがお前の精神力一コロ鍛え直してやるよ。ちっげえよ、もっとこうでっかくてだな。ワニだから口から炎を吐いて、街だろうがなんだろうが全部燃やしちまうようなやつだ。機体を調べてきたんだけど、どちらもシステムがダウンしてる。僕らでは修理できそうにないよ。そう、救助が来るといいんだけど。信じられない幸運だ。もし朝コーヒーをこぼしていなかったら、小僧ストレイキャットのことまで知っていたとは。ごめん、別の仕事入っちゃった。はいはい。千年校の応戦ママに。いい加減にしなさい。あなた一体一日どれだけ寝れば気が済むの？起きてる時間以外。まったく、そんなにいつも寝てばっかりで、冬眠でもするつもり？なんだてめえ、いきなりドアップで迫るんじゃねえ。おう、ばあさんよ、俺様ただいまディナーの真っ最中なわけよ。たかりなら他は当たんな。慌ててかけたせいで気づけばそこは断崖絶壁。その時山の上の方からズザーッ地鳴りが聞こえてきた。これが雪崩だ。旅人は雪に流され谷底へ真っ逆さま。運よく落ちた川で材木に捕まったが、そのまま急流川下りと来た。これでもう勘弁してくれよ。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。ズラじゃない、松だ。エリザベス！知らない人からもらったものを食べるなと母親に習わなかったのか。己の技を誇示したいあまりに墓穴を掘ったな。忍術を学ぶ前に常識を学べ。おめえもな。いきなりだな。あの時だって君はいきなりハスフォード博士に弟子入りするからオックスフォードへ行くって。私が悪いの？いや、俺が悪いんだ。見送りに行かなかったんだから。北斗、百裂剣。お前はもう死んでいる。何？オーアタクビデキゼブ。今回はもっこりスタントマン、ゆうきちゃんのボディーガードだもんね。二人きりでドライブだなんて、僕ちゃんラッキー。そうまでして君がスタントをやりたいのはただ好きだからじゃないな。他に理由があるはずだ。
それは刹那揺れる紅蓮の火をまとい生まれた奇跡。クロコリン。やいアイオン、今俺が決める前に食い気味で入ってきやがったな。あんた最高だロミ。こいつか。今ミサイル発射。くそ、肝心なところで。誰が超能力で論文を盗んだって？化け物は生まれてくるなだと。ただの風邪だとは思うんですが、しかし投資して少し気になることがあって。嘘つくな。こちらの方が優勢なようですね。望むところです。さすがです、はるか先輩。この調子で夏の大会も頑張りましょう。思いつきました。リオのスタンドの正体を暴く方法を。触れれば発射されるハイエロファントの結界はすでにお前の周り半径20メートル。お前の動きもザ・ワールドの動きも手に取るように探知できる。おしゃれな性格美人ジェンツーペンギンです。同じくアプテノディテス族の皇帝ペンギンさんとは仲良くしてますか？いつだ？インズハルヒのヌードなんて取った！バカ者！技術の無駄遣いだ！恥を知れ！どうせやるならこのアイドル写真集と合成しなさい。これなんかどうかな。通常より上半身が上がってる分水の抵抗を受けずリカバリーできるから早いんだ。それにあの柔軟な方は作ろうと思って作れるもんじゃねえ。ソウスケのやつやってくれるぜ。手足は頭の指令に対して忠実に動くのが大原則だが、それは機能としての話で生死での話ではない。あの娘の裏側にもこのことは出なかった。つまりこの状態は予言するほどのこともない、取るに足らない出来事というわけだ。しまったミリア。俺たちは大変なことを忘れてたぞ。何のこと？エニスに、エニスに。お前があれか、新しい女子系。うん、そうだよ。っていうか大丈夫？なんじゃその口の利き方。敬語使うんかい。敬語。すいません。完璧悪魔舐めとんなこいつ。なえ、でもなんか気配じゃないかも。なんやて、お前が誰かわからんちゅうんか。ああ、まあええわ、自己紹介したろ。わいの名は千堂武史、フェザー級の西日本新人王や。大阪で待っとるで。お前の理想は借り物だと。自身から生み出したものが一つとしてない男が何かをなそうなどとよくも思い上がれたものだ。正義の味方？誰も傷つかない世界だと？おかしなことを。人間とは犠牲がなくては生を謳歌できぬ獣の名だ。工場はすぐそこだ。もうすぐ登りきる。いけるぜ、このバトルもらった。なんだよそりゃ。これに懲りたら嘘800なんか並べるんじゃないよ。俺はこれで失礼するよ。ちょ何変えるとしてんだよ。あんた泥棒だろ。おう、泥棒だが何か問題あんのかい。あるに決まってんじゃねえか。泥棒だったら警察に突き出さないわけにはいかないよ。いい、それは勘弁してくれよ。あのローバーは。お前の次のセリフは赤子を殺すより楽な作業よ。ださらにおめえはこいつなぜ穴を開けられて生きていられるんだという。逃げるんだよーサーキー。何も怖かねえよ。俺はてめえが100のものを捨てる間に1000のものとつながってきた。ビッグワックのセットだ。
ドリンクはコーラ。それと、待ってるって。スマイル、チェックアウトで。俺が好きで怒っとると思うか。お前さえおらなったらこんな思い叶わんな。今さら忍び失格や言われたかて、弟はとっくに失格やのにな。中途半端すぎやで。アホらしゅうて腹立って腹立ちすぎて、あっちこっちいいと叶わん。俺はもう戻らない。剣にすがりつきミュートを縛る言葉しか口にしなかった、あの頃になど。あいつの声が。そうだ、あいつが俺を変えた。かける、あいつの物語がかけるぞ。奇妙だろ、僕の持ってる国土地図書院発行森尾町3000分の1にも載ってないんだぜ、この道が。聞いたか小一くん、全然当たってないよな。僕がわがままだってさ。俺は変な女に崖下の泉に蹴り落とされた。そして俺の体は、俺の体は。大丈夫だって、ひいきの客だね。羽振りのいいおでい人がいてよ、今日は大勢呼んでくれて、しかしべえの手血だいぶはけたぜ。ボン、大成功だよ。聞いたか、この拍手。ああ聞こえてる。あんな喜ぶ客の顔めったに見れねえぜ。おめえはせえよ。ああ嬉しいな。多勢で少数をいじめるなどもってのほかですが、銀時君たち半端者がサボりを覚えるなんて100年早い。喧嘩両成敗です。君たちも早く学校へお帰んなさい、小さなお侍さん。あんなんでうちが抑えられるとか思われちゃ困るな。こうなると思ったんだ。ま、しんちゃん風に言うなら運命なのだよ、俺とお前がやり合うのは。しかしまさかこんなに早く対決できるとはね。いえいえ王女様、うちらは無礼講です。4人で仲良くしようぜ。あ、誰だ。俺だ。豚が喋ってる。嘘だろ、人の言葉喋る豚なんて全く無意味だろ。わかった、お前キングだろ。あら、私まだついてるからタッチでもいけるわよ。タッチ。あ、そうだ上田、今日掃除当番変わってくれないかしら。わかりました、お願いね。ちょっといいか、話があるんだが。なんだよ。俺たちは5年前、壁を破壊して人類への攻撃を始めた。バルドルーゴー。ちょっと、どこ行ってたのバルドル。バルドル何してるの、どこ行くの。俺たちも一緒に行っていい。俺だけを見ろよバルドル。お前は、お前は俺のものだ。ああ、エクスタシー。同じプレーで返すやなんて負けん気強いんやな。まだあるんやろ藤君。遠慮せんと、トリプルカウンターは全部出さなあかんで。どうした、チェックはしたぞ。飲まなきゃ安全だ。ほんとお前はびっくり箱みたいなやつだよな。会ったばかりの頃は私なんかって言ってたくせに、臆病なんだか大胆なんだか、いい心臓してるぜ本当。え？くそ、くそー！
僕たちは彼女たちの精神、肉体の発達に応じて教育を施してる。横からいきなり現れて人の教育方針にケチをつけるな。今あんたがやってることは、分数の計算がようやくできる小学生にいきなり微分積分の問題をやらせてるようなもんだ。人は皆俺のことを指して痛いという。しかし決して殴ってはいない、蹴ってもいない。なぜ皆痛がるんだ。俺はどうしたって周りを傷つける罪な男ギルトガイ。八方塞がれたエイトシャットアウツ。孤独に生きるしかないオンリーロンリネスライフ。先生、お待ちしておりました。先ほどからご依頼の方がお待ちです。我が輩を待たせるとは、しもべの分際でいい度胸だ。魔界777つ道具ビビルジャベリン。物質を切断する槍ではない。通過した物質の原材料を解析するための道具。もうジョジョとキスはしたのかい。まだだよな。初めての相手はジョジョではない、このディオだ。チーゾー、嫉妬に狂った姿。またボクシングのようにされたいのか、マヌケが。ミレーヌさん、歌なんか好きですか。え、歌。その人前で歌ったりとか。熱気バサロ、貴様なぜ貴様がこんなところに。お前こそなんだ。この人たちと知り合いですか。はい、嫌というほど知っています。こいつらは私に任せてください。早く例のトラックを。ああ。俺はもう目標を見つけたしね。まずいな、これじゃショーが台無しになっちまう。暗闇の中だからこそ伝わる思いがあると思わない。俺とレディ、お互いの呼吸や心臓の音まで聞こえそうだよ。 Hey Lady、 聞こえるかい、吐息も伝わるくらい最高な夢にご招待。いや失礼、君の姿があんまりにもアレなものでね。お互いよくもここまでボロボロになったと呆れたのだ。それはできない、私にその権利はないだろう。それにもう目的がない、私の戦いはここで終わりだ。やってくれんじゃねえか鉄。いつからだろう、試合の日の朝あくびしながら家を出るようになったのは。それでもいいね、そう来なくちゃよ。どっちが光くんでしょうか。ゲーム似合うから可愛いだろ。今日からピンクが僕だから、いつまでもカオルなんかと間違われるの耐えられないしさ。迷惑？迷惑だって？冗談じゃない、迷惑してんなこっちだよ。カオルなんかと顔もそっくりでさ、お前に間違われるのもうんざりだし、本当はお前なんか大嫌いなんだ。ん？じゃあ仲直りしたら春日の家に遊びに行ってもいいんだね。そんなに落ち込むなってクロちゃん。しょうがねえだろ、いくら説明しても村の人たちは信じてくんなかったんだから。いいじゃん帰れんでも、男はここに故郷がありゃいいんさ。俺は三越馬桃太郎、趣味はクワガタ取り、好きなことわざはカッパの川流れ、得意料理は卵焼き、風呂に入って最初に洗うところ、次は絶対負けねえ。おい、痛え。